皆さんごきげんよう、葵です。ここは日暮里駅。今から青春18切符を消費する旅に出ます。まずはグリーン券を買いましょう。グリーン車でピクニックです。お求めになるグリーン券を押してください。スイカを入れて、スイカグリーン券情報を書き込みました。おやつも買わないといけません。ちょうどニューデイズがあります。私が今から乗るのは4番線、北千住、松戸、柏、取手、土浦方面です。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。ありました、グリーン車はこの辺にいればいいんですね。ここでもグリーン券買えるんですけどね。見づらいですけど、私が乗るのがこの土浦行きです。土浦って何県なのでしょうか。いよいよ始まります、グリーン車でピクニックの旅。2階は混んでたので1階にしました。ガラガラです。それではグリーン車に乗って上野東京ラインの最果てまでピクニックの旅の始まりです。南千住に到着です。東京都荒川区です。常磐線と東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレスが乗り入れています。
千住、足立区ですね。常磐線、東京メトロ日比谷線、千代田線、東武伊勢崎線とつくばエクスプレスが乗り入れるターミナル駅です。足立区の治安は近年改善傾向にあるみたいですね。気づいたらもう千葉県に入ってました。千葉県最初の駅は松戸です。東京都心に通う人のベッドタウンのイメージです。ちなみに私の同僚も松戸から通勤してるんですけど、なんか近所で殺人事件があったって言ってましたけど大丈夫ですかね。柏に着きました。柏駅も結構便利な駅のイメージです。常磐線の各駅停車は千代田線と直通してますからね。阿鼻子駅です。難読な駅名です。確か大阪にも阿鼻子駅ってあったはずなんで、いつか乗り換えチャレンジしてみましょうかね。
声優が見えてきました。取手駅です。取手駅の列車も見かけますよね。特急の通過待ちをするために龍ヶ崎市で停車中です。はい、大仏で有名な牛久です。私が乗ってきた車両は折り返し品川行きになるそうです。一回改札を出てトイレを済ませてまた戻ってきました。14時35分発の品川行きで帰るんですけど、多分乗ってきた車両ですね。
土浦に用があったわけじゃなくて、18切符を消費しながらグリーン車でピクニックをしたかっただけなので帰ります。目的は十分果たしました。前の車両はボックスシートになっています。これいいっすね。途中の柏駅で降りました。あのまま乗っても良かったんですけど、ちょっと変な帰り方をしようと思うので各駅停車に乗り換えます。各駅停車、我孫子行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。私が今いるのが柏で、ここから行くのが新松戸です。そこでさらに乗り換えます。あのまま上の東京ラインに乗るのが一番楽ですけどね。それじゃつまんないじゃないですか。ていうか外めっちゃ寒いんですけど、思わず避難しちゃったわ。停車、代々木上原行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。来ました新松戸です。さっきも言いましたが、常磐線の確定は東京メトロ千代田線と直通しています。車両も東京メトロです。すぐに乗り換えてもいいんですけど、そろそろカフェインとエネルギーが切れてきたのでおやつにします。さて今から乗るのがこちら武蔵野線です。京葉線と直通して東京まで走ります。ちなみにこの武蔵野線、府中本町から来てるんですね。そう、そっから、国分寺方面通ってぐるーっと回って、埼玉の方を通って千葉県を通って、でここまで来てます。でそっから京葉線と直通して東京まで走るという、結構なんていうんですかね、もう東京都をすごい避けて走ってるんですよ。面白くないですか。だから乗りたいっていう、ただそれだけなんですけどね。The day I die.